逆さま俺は3ヶ月前とある大型小売店のバイトの面接を受けに行った1週間後採用の電話がかかってきた「明日から来てほしい」とのことだった なかなかバイトが見つからなくて困っていたため、次の日俺は息を言おうとバイト先へ向かった。マネージャーに書類を渡し、大まかな仕事の内容を教えられて、俺は売り場へと向かった。そして、三時間後。仕事を終えて帰ろうとした時、たまたま同じとこで働いている友達の母親に、 声をかけられた。駐車場行ったんだよね。大丈夫だった駐車場がどうしたというのだろう。何かあるのだろうか。ああ、行きましたよ。駐車場がどうかしたんですか。すると、友達の母親は少し声を小さくして、 俺に話した。あの駐車場ね、前に飛び降り自殺した人がいるから気をつけてね。はあ、自殺ですか。気味悪いですね。気をつけます。気味の悪い話だ。自分のバイト先で自殺した人がいるなんて。しかし、 何をどう気をつければよいのか。まあ自殺した人がいたとしても、俺には関係のない話だ。とりあえずその日は、特に気にもせず、帰路に着いた。それから三ヶ月間、何事もなく、俺はバイトをこなしていた。時折駐車場に行くと、 誰もいないはずなのに視線を感じることはあったが、気のせいだと自分に言い聞かせていた。そして、先月の中旬、彼氏に振られたとかで立体駐車場の屋上から女の子が飛び降り自殺した。頭から落ちて即死だったらしい。 おいおい、冗談じゃない。俺の仕事場で死んでくれるなよ。と思いながらも、俺はバイトに来ていた。女の子が飛び降りてから三日間は何もなかった。しかし四日後、店の営業時間が終わり、最後に駐車場を見回りに行った俺は、見てしまった。 一階から三階までを見回り、最後に四階に行った。女の子が飛び降りた屋上の下。でも気にすることはないと普段通りに見回りをした。見回りを終えて帰ろうとした時、ふと外を見ると、セーラー服を着た女の子が落ちて行ってしまった。 はあ。まさか、自殺そう思って、急いで4階から下を見た。しかし、街灯に照らされた道路には何もない。気のせいだったのか。そうだ。気のせいだ。そうに決まってる。 無理やり自分を納得させた俺は逃げるようにその場を去った。次の日はバイトが休みだったため少し安心していたが窓の外を見ることができなかった。そうしてまた次の日、いつものように俺が駐車場の見回りを終えて帰ろうとした。 屋上までの見回りを終え、4階に降りてきたとき、行きたくないのになぜか足が外の方に向かってしまう。はぁ、あ、嫌だなぁ。なんで歩いちまうんだろう。そう思いながら俺はだんだん柵に近づいていく。そして柵のすぐ内側まで来たとき、 俺の目にとんでもないものが映った。逆さまの女の子の無表情な顔。俺は泣きそうになりながら走って逃げた。<laughs> 冗談じゃない。また見ちまった。気のせいじゃなかったのか。その日俺は晩飯も食べずに、 すぐ布団に入った。明日もバイトだと思うと気がめいる。しかし、そんな理由でバイトを休めるわけもなく、仕方なく次の日もバイトに行った。外を見なければいいんだ。そう思い、俺は駐車場の見回りをしていた。 しかし、四階に来たとき、向きたくもない柵の方を勝手に顔が向いてしまう。一歩も動けない、金縛り状態だ。目をつむろうと思っても、まぶたが閉じなかった。はあ嫌だ嫌だ嫌だ、見たくない。しかし、 視線を動かすこともできない俺は、またあれを見てしまった。無表情な女の子の顔。いや、無表情ではない。昨日よりも少し笑ってるように見えた。それからというもの、俺はバイトに行くたび、女の子が落ちていくのを見た。 少しずつ持ち上がっていく唇の端あの女の子が完全に笑った時一体どうなるんだろうそして先週の女の子が飛び降りた曜日と同じ火曜日落ちていく女の子が完全に笑っていた 何があるかわからない。俺はすぐさま後ろを向き、走って逃げようとした。その時、一緒に、耳のすぐそばで声がした。気を失いそうになりながらも走った。もう嫌だ。もうやめよう。 そう思って無我夢中で走った気がつくとロッカールームにいた俺はすぐさまマネージャーに疲れて次の日授業に集中できないと嘘をつきバイトを辞めたしかし一週間経ってもあの笑った顔と耳に残ったあの声が 忘れられない写真 知り合いに聞いた話。ある少年が高校に入学しました。彼はカメラが趣味だったので、入学してすぐに写真部に入部しました。その写真部には何人かの先輩がいて、活動も活発でしたが、なぜか3年生の数は極端に少なく、 一、二年生を中心としたクラブでした。そこは県の中でも有数の進学校だったため、きっと大学受験のために早く引退するんだろうと彼はなんとなく思っていました。先輩たちはみんな優しくて、また親切に指導してくれたので、彼はめきめきと上達していきました。 特によく面倒を見てくれたのは A 先輩でよく一緒に撮影に行っては少年を指導しいろいろと面倒を見てくれたので兄弟のいない少年は A 先輩を実の兄のように慕っていましたある時 A 先輩は地元のフォトコンテストに応募しその作品が優秀賞に選ばれました 少年はそれを自分のことのように喜び、また自慢に思いました。A 先輩もとても喜んでいました。でも、それからしばらくすると、A 先輩はなんとなくクラブを休みがちになり、ある時からぱったりと来なくなってしまいました。おかしいなと思っていた頃、 A 先輩がしばらくぶりに部室に顔を出しました。手には大部届を持っていました。少年はたまらない気持ちになり、A 先輩にまた一緒に撮影に行こうと言いました。でも A 先輩は悲しそうな目で少年を見て、そのうちお前にもわかるよ。 と言い残して、部室を後にしました。少年はきっと、A 先輩は写真で結果を残せたので、早めに受験勉強を始めたんだろう、と思いました。A 先輩がいなくなった後も、少年は毎日写真を撮り続け、彼はさらに上達していきました。 一年が過ぎた頃には彼もいろいろなコンテストで入賞するようになっていましたある時少年は暗室で作業をしていましたそれはコンテスト用に応募するモデルを使ったポートレート写真でしたそのモデルの背景に窓があって そこに3歳ぐらいの女の子が写っていました女の子は黄色い傘をさしていました「こんなに目立つ傘が写ってると写真が台無しだな」と思い彼はその写真をゴミ箱に捨てました次に少年は 交差点の写真を撮りました人や車でごった返す都会の交差点暗室でその写真を現像していると彼はビルの間に開く黄色い傘が目に留まりました雨が降っているわけでもないのに一つだけ開いた傘は人混みの中でとても目立ちました 次に彼は風景写真を撮りました手前に湖があってその奥に白い雪をしょった山々が見えますその写真の中で彼は湖にボートが浮かんでるのを見つけました小さなボートなので撮る時に気がつかなかったようです ボートの上にはあの黄色い傘を差した少女がこちらを向いて座っていました少年は何かぞーっとするものを感じ急いで他の写真を現像しました街角の猫オートバイ公園の桜夏の砂浜彼が撮った 全ての写真の片隅に必ずその少女は写っていました黄色い傘をさして少年はもしやと思い A 先輩が撮った最後のアルバムを開きました思った通りそこにはあの少女が黄色い傘をさして写っていました 今と全く変わらない姿でこちらを向いて。そうして彼は先輩たちが上達した途端にクラブを辞めていく本当の理由を悟ったのでした。 き自分的にほんのり怖かった体験去年のお盆頃の話だけど横断歩道で信号待ちをしていたんだそしたら横断歩道の向こう側に3年前に死んだじいさんが立っていたんだ もうすぐお盆だし、帰ってきてるのかな、とか思った。とりあえず見てたら、じいさんがこっちに向かって手招きをしてくる。満面の笑みで。それでつい、信号待ちだってことを忘れて、そっちに行きかけてしまった。 そしたら偶然隣に立っていた主婦に腕を掴まれ、ちょっと危ないですよ、って止められた。反射的にじいさんの方を見たら、やっぱり満面の笑みでこっちを見てる。しばらくニコニコしていたんだけど、 信号が青に変わった瞬間、いなくなった。じいさんの生前は、可愛がられていたんだけどな。ひょっとしてあれって、じいさんじゃなかったのかな。 動き幼稚園の頃の話多分年長の時くらい休日に母と一緒に電車に乗った時ドアの前で窓から外を眺めるのが好きだったので窓のそばで立っているといきなり背中を突き飛ばされるようにドアに押し付けられ 押し付けられたまま痛くて怖くて泣いた。隣に立っていた母が窓に押し付けられたままの私を自分の方に向かせようと引っ張るが、私はドアに押し付けられたままで動けず、母は私が感触を起こしたのだと判断して怒った。終点の大宮駅で、 自分が押し付けられていた方のドアが開き、ホームに突き飛ばされた感じで倒れ、手のひらと膝を強打。その後駅員さんに消毒してもらった。説明したが、やはり母にも駅員さんにも信じてもらえなかった。母と手をつないで、 買い物のため街を歩いていたが、ずっと T シャツの首の後ろのところを引っ張られていた。時々力を込めて引っ張られ、首吊り状態になった。尻餅もついたりしてて、母に、ちゃんと歩きなさい、と怒られてしまった。 ショーウィンドウに映った自分の背中におじさんっぽい肘から下の手がくっついてた。振り払おうとしても触れなくてダメだった。変な動きをしていると母が判断したらしく、買い物の後デパートのお子様ランチを食べる約束だったが、その約束は却下された。 私はあるメーカーの研究所に勤務しているものです私の研究所がある塔は過去に二人の自殺者が出ています夜遅くに帰る時にそのことを思い出すのは気持ちのいいものではありません そして、これから語る話は、そんな夜遅くに起きました。私の仕事の一つに、電子顕微鏡観察があります。資料表面に電子ビームを当てて、携帯を観察するんですが、対象物が有機物の場合などは、黄黄にして、高倍率にすると、ビームのエネルギーによって、 見る間に変形、縮小することがあります。その時私が見ていたのは直径1マイクロメーターにも満たない円形のもので、基板に付着した有機物と推測されました。もっとよく見ようと拡大した途端、付着物は変形を始め、人の顔を表し始めました。 穴の開いたようなうつろな目、鼻、少し開いた口。みるみるうちに口が大きく開かれ、口の中にはきちんと並んだ歯まで見えました。顔は断末魔のような恐ろしげな様相となり、そうして5秒ほど後には基板についた 肌のシミと化ししていました短いようで長い5秒でした私はしばらく凍りついていましたがとてもこれ以上仕事を続ける気はありませんでした慌てて荷物を片付け装置を止め帰路に着きました はい、どうも皆さん、こんばんは、ごま団子です。えー、今回は怪談話を5つ読ませていただきました、えー。どのお話も本当に興味深く読ませていただいたんですが、えー、最後の顕微鏡の話、いやー、これ新しいなと思って、えー、特に興味深く読ませていただきました。えー、本当に今までたくさんの,あの怪談話を読ませていただいてき、えー、たんですけども、 えー、今回のその顕微鏡の話っていうのは本当にあの初めて見ましたね。うん。で内容もめちゃくちゃ怖かったですね。<laughs> なんか。だってもう想像しないじゃないですか。その顕微鏡を覗いてるときにそういう怪奇現象が起こるなんて。ねえ。しかもその顔がどんどんね、変形していくっていうか。 いやーもうなんか想像しただけでめちゃくちゃ怖かったですね。うん。まあ僕はあの昔その大学入った時にそのもともと理系で入ったんですよね僕ね。えー、でまあその後ちょっと経済の方にあのー 注目したというか、ちょっと経済学んでみたいなっていう気持ちになって、あの、天部天下したんですけども、まあ、もともとその理系であの大学入りまして、で、そういう実験とかね、あの、顕微鏡とかも扱ったんですけども、やっぱまあ自分も含めて誰もその周りに顔出てきたっていう人はいなかったですね。まあ当たり前かもしれないけど。<laughs> いやーね、いや、本当にだから自分がそういう、 うんことをやったことあるんでだからよりなんかこう想像しやすいというかいやだからめちゃくちゃ怖いなと思いましたねうん。まあ理系楽しかったんですけどまあ僕的にはもうあの経済とか経営の方がなんか自分に合ってたんだなと思いましたねまあどっちも楽しかったんですけどねまあ別にそんな自分語り聞きたいっていう人はあんまいないだろうからね <laughs> <laughs> えー、ここら辺にしておきますけどもいやー本当に怖いお話だなと思いましたはいはいということで、えー、読ませていただきありがとうございましたはいえー ということで、えー、今回もここまでご視聴いただきまして、誠にありがとうございました、えー。この動画が少しでもいいと思った方は、ぜひ、評価、そしてチャンネル登録、よろしくお願いいたします。いつも本当にありがとうございます。えー、そして、えー、この動画の概要欄には、お話を読ませていただいたサイト様の URL と、えー、あと僕の、えー、Twitter、TikTok、Instagram、えー、そして LINE ブームなどの、えー、SNS の えー、URL も貼ってありますのでよかったらぜひチェックしてみてください、えー、そして今日8月20日、えー、僕の誕生日だったんですけども、えーまあ、特に何もなく過ごしましたね普通っていう感じでした <laughs> うーんなんかねもう大人になるとねなんか誕生日って嬉しいなっていう感じじゃなくてなんかまた年取っちまったなみたいな感じですよね いや、でも本当にツイッターとかで、あのー、めちゃくちゃお祝いしていただきありがとうございました。えー、もう本当に嬉しいです。はい。なんかね、そういうお声を皆さんからいただけると、ああ、また今年も頑張ろうって気持ちになりますよね。えー、本当にありがとうございます。はい。えー、そんなこんなで、えー、ではまた次の動画、もしくは生配信でお会いいたしましょう。ごま団子でした。おやすみなさい。